ありがとうございました。じゃあ皆さん頑張ってます。あれもさっきまでやってたよ。振りがさやばいね。できるのはできんねん。頑張ったら頑張って頑張って やろうとったらできんねんけどさ、もうやばい。今日も練習しないといけないので15分だけしますね。こんばんは、そここんばん、こんにちは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 、こそあー、そっか。さっきまでやってた。わー、出れるかしらね。どのチームかはお楽しみなんですけど、個人的にどのチーム出てほしいとかありますか。なんかもうちょっと絡まってる。やばいやばい、 M のサイン、 M ね、あみちゃん M、 え N なんで。あんま言われへんな。 MMMN さんあんま言われへん。そう、セトリがあやみっぽくないからか。でも今日の話からは B2 さんがあやみに似合いそうと言われてましたね。言われました。水色系な、確かに M もいいね。 M さんもいい。 M さんは普通に若宮さんと出たい。 B2 さん衣装可愛すぎる。アミとも出たい。アミとウィンブルドンしたい。で言ったビツ、確かに可愛いよねあれ、ほんまに。うん、最初のさ衣装がマジで好き。水色のスカートのやつ、ズボンもあったけど、上もいろんな形あってさ。あみちゃんの塾黒ね、やばい。あみちゃんの塾黒ね、ちょっと待ってください。クローネはほんまにどのチームやったとしてもほんまにちょっと待ってください。もうちょっと大人になったらやってみたいかな。今や充電がやばいです。ちょっと待って、あれ取ってくるね、あのモバイル充。充電器めっちゃ長いからいつどこやっとする。よし、よし。M とはガニャンというのは動画のコレクション、確かにやってみたい。レイさんともやりたいな。大人っぽくて、そう今日は大人っぽくやったから大人っぽい髪型と服したんやけど、
服は秘密。お話し会来たやつだから、ママボアには全身載せるのでね、また見てください。あとママめっちゃツイッターにも一応何肩どこやろ、あばらより上は出てるからちょっと大人っぽい感じやけど、リップがなさすぎる、色がやばい。変だけ、ちょっと色ついた。これは鏡がありました。ボサボサだね、動いてたからボサボサだ。一番やってみたいやつ、やってみたいやつか、聞いてて好きなのは誕生日単語アメアレさ、狼やりたいし、で何や、何がいいかな。えツンデレもさ可愛かったんよな、美咲さん可愛かった。曲普通に好き。あとはラブアッシュもさ聴いててなんかいいよねジュックローネがほんまに好きすぎて、そのライブミュージックのプレイリストに入れてるんやけど、タンゴは言ってないわ。タンゴ普通に聞いてる。めちゃキャラクターグッズ当てでも、アニメ好きなんでヒロアカとかトガちゃんめっちゃ集めてますね。トガちゃんやばい。ジュクロわかる、好き。ジュクロのさリズム感とかマジで好きなんよね、歌詞とかも。黒い天使もいい。ミカノさんが綺麗すぎたこれはミカノさんがやってるのを見るのが好きです。ぜひさんのあやまちゃんだっけ、もういいよね、うん、綺麗やなってなる。あ、呪術廻戦なかなか一番くじはした、一番くじしたことない。でも見かけるけど大体トガちゃんおらへんからさ。逆にお話し会できちゃうです、いいな、もうお話し会したかった。あれもう本当に参加したかったな一回でもやったことあるんですよ、オーディション期間やったかな、じゃあ一応オーディション期間やったんやけど、さんには言ってなかったんですよ、オーディション受けてるよっていうのに。あ、お願いします
あゆみちゃんが行きたかったって言ってほしいですもうさ、綺麗すぎてさ、お綺麗すぎてさ、話しかけられへんのよ。もう一回だけ写真撮ってほしいですって言ったけど、もうやばい、心臓バーンって痩せたショッピングモール訪れた。ショッピングモールは行きますよ、結構。いいのいっぱいあるからね。ブーが違くてさ、若いやつに会われへんかったのがマジで悲しい。でも24は会えるかもしれへん。12月3部やからギリギリ会えるかなぐらい。やってる、あゆみがやってる時に若いやつさんが来はるかな、わかんない。会いたい。でもやばい、母さん。でも途中ね、全部録画する、録画します。容量いっぱいなんでね、私のテレビ、私のうちのテレビ容量いっぱいやから全部録画します。インドネシアクペストありがとうございます。インドネシア下の方か、下の島いっぱいあるとこか、日本の。四角だめ、え、見る、もうやばい女もうキーホルダーも携帯にもついてるんだよ。あ、見えない、いや見えへんかった。ダミーカニの方が確かにできます。いいなママに頼もうかな、あゆみの代わりに行ってきて。普通に会話するんやけどさ、行かれへん。普通に詳しい、すごい、そんなん初めて聞いた。テリマカシー、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 ありがとう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 。やばい、もう私黒い天使しか頭に流れてない黒い天使さ、ちょっと歌ったからさ、めっちゃ黒い天使流れてる頭で。そう、お話し会があったから、オンラインの大人っぽコーデなんで、今日ママにやってもらった。かわいい、フォローしました、ありがとうございます。ハッピーサンさん、ハッピーシャン、ハッピーサンわかんない頑張ってな、ありがとうございます。頑張るんですよ、頑張るんです。あれだね、コンサート期間とあれかぶってるの、オンライン話か。だって最初も24やんな、12月。ガイザーシミちゃんにやってもいいかと思います、ね、あの3人やばい、あの3人行かないですか。今日は祝日なんですよ、うん、だからみんな休み。だからお仕事の、お仕事の場合は分かんないけど、学生さんはみんなお休みですね。木曜日にさ祝日あるとか結構良いんだよね。これから祝日全部木曜日にしてほしい。連休はさ、連休でさ月曜日しんどいやん、あ、もう連休やったのにって。でも木曜日休んだら、じゃあ月曜日、いや月曜日学校、木曜日まで頑張ったら休み、水曜日まで頑張ったら休み、次の日も休み、
で木曜日も次の日学校やけどまた次の日その休みやからいいよね。木曜日が何気に一番気が重いから。もうすぐ休みが近づいてるのにあと1日あるっていう今年最後の祝日です。もうやだなんだけど、なんでクリスマスかぶってるの土日。え、さ、なんでクリスマスかぶってるの。やっぱでもさ、じゃああやみは冬休みあるんや。そう、あやみは祝日がなくても冬休みがあるんです。やった、今年だから1週間ぐらい休みか分からへん。じゃあインドネシアから来ました。あ、ありがとうございます。インドネシア、インドとインドネシアたまに混ざる。1年間全部、ま、全部木曜日が休みない。本当にそうなの本当にそうなんです。あ、おやすみ。すごいえ、でも宿題あるのよ、あやみちゃん。春休みは多分ないねんけど、春休み宿題して誰に出せっていう話やもんね。誰に出せばいいんやろ。先生も先生違うし、多分ちゃん海外行ったことある？めっちゃ海外行ったことない。日本しか行ってない行ってみたい国。シンガポール行きたいの。あやみ、あそこめっちゃ綺麗だから。マライオンを生で見てみたいマライオンとあの萌え写真、萌え写真撮りたい映え写真や、映え。宿題編集さん、みんな教えてくれる。お前な、宿題自体見せられへんけど、このな、こういう問題って言ったらいいもんね。冬休みの宿題はみ出終わらせタイプ、冬休みがやばい。でも夏休みは結構やってるんよ。なんかもう渡された時が一番、その渡された日じゃなくて渡された直後でもう一番、うん気合が入る。今夜作れましたよ、決まりました。ありがとうございます。え、なんて言ったんですか。なんて言って、なんて言ったんですか。なんやろ、なんて言えばいいやろ。なんて聞いてくれたんですか。そろそろ終わるかな。さあ、さんのお願いしてて止まれ。じゃあ見やることあるの、ダメなのこれはマジであのやらなあかんことがあるんですよ、24は。ほんまにだから行かれへんね、学校もあるしさ。学校あるし、したいことあるし、あれやね。あと見つかっちゃう多分普通にママオッケーしてもマネージャーさんがダメって言いそうマネージャーさんにダメって言われそう。あ、じゃあ壇上読みたいと思います。間違えた、間違えた。いきます。13位、ゲンゴロさん、ありがとうございます。12位、ミトさん、ありがとうございます。ミトちゃん、ありがとうございます。11位、風呂敷さん、ありがとうございます。10位、ピーマルさん、ありがとうございます。9位、あやなちゃん、ありがとうございます。8位、なるさん、ありがとうございます。7位、高松さん、ありがとうございます。6位、柳さん、ありがとうございます。5位、ヨモくん、ありがとうございます。4位、きびだんごさん、ありがとうございます。3位、デブノジョさん、ありがとうございます。2位、なつきちゃん、ありがとうございます。1位、どうせつさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあギフト見ますね。ハートとかわいいスタンプ、エビのしっぽちゃんカプセル、10の風船、10と白クマちゃん、だるまさん、白ペンライト、ありがとうございます。そして今日はあの
な何19時かちゃちゃ19時つまり7時ですからジャンレディの放送あるので皆さんよろしくお願いします。皆さん聞いてね。えラジオあみ多分すごいことなってるからちょっと怖いけど皆さんよろしくお願いします。19時ですよ。7時です。よろしくお願いします。初ラジオ、そう、初ラジオの阪神の優勝バレー姿ですね。込み込みだったらしいね。わかんない、見てなかった。あんみはその時間、お昼食べてました。ほんで練習してた。では、ありがとうございました。明日は普通に学校なので7時から朝配信します。ではありがとうございました。バイバーイ。